ファンへの裏切り、結婚して人気が急落した芸能人トップ15。昨今、誰々ロスという言葉がブームになっている通り、芸能人の結婚はファンを落胆させるどころか人気の急落につながり、その後の芸能活動に大きな影響をもたらす可能性があります。中にはメディアの露出が激減し干されたとまで噂される芸能人も存在します。そこで今回は結婚して人気が急落したと言われる芸能人を衝撃度順でご紹介します。第15位、堤真一。俳優の堤真一さんは2013年に一般人女性との結婚を発表しましたが、50歳目前にして16歳年下の女性と出来婚だったため、ファンからは驚きと落胆の声が殺到し、ネット上ではやっぱり若い子が好きなのね、がっかりなどの辛辣なコメントが上がりました。実際に結婚後の人気の低下は著しく、過去にはドラマで平均視聴率 20% 超えを連発していたにもかかわらず、結婚後に主演を務めたドラマでは視聴率 2.8% という前代未聞の数字を記録し、週刊誌からは役者廃業の危機に追い込まれる大爆死とまで報じられました。それ以降は主演作を演じることがなくなり、2番手俳優の立ち位置で現在も活動されています。第14位、堀北真希。女優の堀北真希さんは2015年に俳優の山本浩二さんと結婚しましたが、嵐の櫻井翔さんとのスキャンダルが報じられた直後の結婚だったため、週刊誌は当てつけ婚、暴走結婚などと報じ、ネット上でも堀北真希ちゃんの結婚をお祝いして辞します、ジャニーズに捨てられて中堅俳優と結婚するとか品格を問われるなどとネガティブな声が殺到しました。実際に結婚後に主演を務めたドラマは軒並み低視聴率を記録し、2016年以降は自ら映画やドラマや CM の依頼を断り、ファンクラブも解散して仕事をセーブ、ファンの間では芸能界引退説がささやかれていましたが、芸能関係者の証言によると堀北さんは昔から結婚したら家庭に入りたいと話していたらしく、その宣言通り2017年に母親として生きることを理由に引退を発表しました。第13位、松山ケンイチ。俳優の松山ケンイチさんは2011年に女優の小雪さんと結婚しましたが、映画デスノートでブレイクしたばかりの人気絶頂期だったことや、結婚記者会見で年上の小雪さんに尻に敷かれていることを喜ばしげに語ったことなどから一気に人気が急落し、ネット上では松ケン趣味悪、小雪と結婚するくらいなら CM で共演した、森三中の黒沢さんと結婚した方がマシなどの批判の声が殺到しました。実際に結婚の翌年に主演を務めた NHK 大河ドラマでは平均視聴率 12% と過去最低の数字を叩き出し、当時の大河史上初となる一桁台を記録するなど、目に見えて人気の低下が著しく現れました。その後もかつてほどの人気を回復することはかなわず、現在は家族で北日本に移住して年の半分を農業をしながら生活し、その傍らで俳優業を続けています。第12位、市原隼人。俳優の市原隼人さんは2014年にモデルの向山志保さんと結婚しましたが、その直前まで中学時代の同級生と長らく交際しており、テレビ番組ではたびたび一途愛を熱く語り、男らしいイメージで好感度を上げていたため、一途を貫いていた彼女を捨ててモデルに乗り換えたことで市原さんの好感度は一気に下がりました。また結婚時点で向山さんが妊娠7ヶ月だったことが発覚したことで二股をかけていた疑惑が浮上し、ネット上では筋を通す男かと思ってたのに、これからは見る目が変わるなどの批判の声が相次ぎました。一時期はやんちゃ俳優の枠で多くの主演を務めていたものの、結婚後はテレビで目にする機会が激減し、そのことについて芸能関係者は何年も付き合った20代後半の女性を振ったことで独身女性からの反感を買い人気が下降したと語っています。第11位、中川翔子。タレントの中川翔子さんは2023年に一般人男性との結婚を発表しましたが、オタク層のガチ恋ファンに支えられていたこともあり、結婚後に YouTube チャンネルの登録者数が2万人以上減少するなど目に見えて人気が低下しています。この件に関して中川さんはショックの声を漏らすと同時に、私という人間の根本は何も変わらないので、これからもコツコツと頑張りますと自身の X に投稿しましたが、それに対してネット上では私という人間の根本は変わらないのにと
暗に相手を批判する感じで言うのは違うかな。露出しまくりでエロ目線の男層で再生数稼ぎまくってたし離れても仕方ないなど辛辣なコメントが相次ぎました。第10位、西島秀俊。俳優の西島秀俊さんは2014年に16歳下の一般人女性と結婚しましたが、俳優として売れない時代が長く、やっとブレイクしたタイミングでの結婚だったため、ネット上では今日はもう仕事なんてする気になれない、私だけが魅力に気づいていたのになどとの悲嘆する声が多く上がりました。また相手の女性は一般人と公表されたものの、実際は地下アイドルの活動をしているコンパニオンだと発覚したことも女性ファンからの反感につながりました。結婚後の主演ドラマは軒並み低視聴率を記録し、平均視聴率 20% 超えの日曜劇場で一桁陥落の瀬戸際を出すなど、目に見えて人気の低下は著しく、一説では遅咲きの西島さんは主婦層からの人気が高いため、ドラマのメインターゲットである主婦層のファンが離れたことで低視聴率につながっているのではないかと言われています。第9位、中村倫也。俳優の中村倫也さんは2023年にアナウンサーの三浦麻美さんとの結婚を急遽生放送番組で発表し、短い腕が好きなどとのろけたことで話題になりましたが、中村さんはミステリアスな塩顔イケメンとしてガチ恋している女性ファンが多かっただけに、この一件で女性ファンからの人気がだだ下がりしたと芸能誌は報じており、実際にネット上では俳優らしからぬ浮かれ具合にドン引きした、いろいろとイメージダウンしたなどと批判の声が上がりました。もっとも結婚後に出演したドラマの視聴率は好調で、今後はアイドル俳優ではなく演技派俳優としての人気を確立することを期待されているものの、一方で顔ファンが多かっただけにもう見ない、どうしても三浦アナがちらつくなどのネガティブな声も多く見受けられます。第8位、小倉優子。グラビアタレントの小倉優子さんはコリンセイのお姫様キャラでブレイクしましたが、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚して以来、イベントなどの仕事が激減し、そのことについて本人はコリンセイの設定をやめた影響だと公言していますが、実際は結婚が原因でオタク層のファンが離れたからだと考えられています。結婚後はママタレに転身してブログで子育ての様子を発信していますが、その後夫の不倫報道で離婚が発表され、新たに一般人男性と再婚するもまた離婚を発表し、それら度重なるスキャンダルでさらにイメージダウン、週刊誌の応援できないと感じるママタレでは6位にランクインするなど、依然として人気の低迷が続いています。そんな小倉さんは下の世代のママタレが次々に現れる状況から、新たな一手として2023年には大学受験に挑戦し、白百合女子大に合格した話題で再起を図ろうと奮闘しています。第7位、向井理。俳優の向井理さんは2014年に女優の国中涼子さんと結婚した途端、毎年常連だった恋人にしたい芸能人ランキングで県外に転落し、結婚後に主演を務めたドラマは軒並み一桁台の低視聴率が続くなど、目に見えて人気が急落しました。向井さんはデビュー当時からブログのコメント数をファンと共に祝福したり、どれだけコメント数が増えても全て目を通すと語ってファンを喜ばせるなど、ファンとの交流を大切にしていたにもかかわらず、結婚発表直前に突如過去の記事やコメントを非公開にしてブログを卒業し、さらには国中さんとの交際報道を全否定した直後に結婚発表を行ったため、無名時代から向井さんを支えていたファンが一気に離れたと言われています。現在は家族との時間を大切にするために俳優の仕事をセーブしていると本人は公言しているものの、週刊誌は人気の低下をたびたび指摘しており、また結婚後に人気が急落した俳優をポスト向井理という言葉で報じる様子もしばしば見受けられます。第6位、水嶋博。俳優の水嶋博さんは2009年に歌手の彩香さんとの結婚を発表しましたが、イケメン俳優として人気絶頂期の結婚だったことや事務所に報告せずの入籍だったことから、ネット上では2人に対するバッシングが集中し、事務所に廃反したから絶対干されると水嶋さんの没落を予測する声まで上がっていました。実際に水嶋さんは翌年に所属事務所を退所し、表向きは執筆活動に専念するためと報じられ、本人も芸能活動引退を否定したものの、その後メディアで目にする機会は完全になくなりました。当時を振り返って水嶋さんはインタビューで、
結婚後は夫婦ともに無職の状態が続き、いざという時は就職することも想定していたと語った上で、現在は自社事業と投資事業に専念していると明かしています。第5位、石原さとみ。女優の石原さとみさんは2020年に一般人男性との結婚を発表すると、ネット上では俺のさとみ、俺以外のやつなどのワードがトレンド入りし、東京証券取引所は日経平均が下落することを予測して、結婚発表前に証券取引を止める措置を取るほどの社会問題となりました。実際に結婚後のファン離れは凄まじく、結婚後初となる主演ドラマの視聴率は 8% の一桁台を記録するなど、顕著に人気の急落が現れています。芸能ライターによると、結婚前と結婚後でファンの女優への見方は変わるにもかかわらず、石原さんは従来のイメージから脱却できず、同じようにぶりっ子キャラを演じているため、ファンの失望は大きかったのではないかと推測しています。そして低視聴率を叩き出して以来、ドラマや映画の出演が激減し、現在は第一子出産に伴い活動を休止しています。第4位、赤西仁。元 KAT−TUN の赤西仁さんは2012年に女優の黒木メイサさんと結婚しましたが、事務所に報告していなかった上に出来婚だったため、全国ツアーの中止とドラマの降板という処分が下され、ファンからは無理、私たちの赤西くんでしょ、てか何妊娠って、何結婚って、無理などの批判の声が相次ぎ、赤西さんだけでなくグループ全体の人気の低下につながりました。その後 KAT−TUN を脱退すると、事務所からの圧力で日本のメディアに出演することが困難になり、現在は中国などのアジア圏を中心に活動されています。ただ2023年には、私たち夫婦はパートナーシップの形を変え、夫婦としてはそれぞれの道を歩んでいくこととしましたと、円満な関係であることを強調し離婚しています。第3位、新垣結衣。女優の新垣結衣さんは2021年に歌手の星野源さんとの結婚を発表。2人は過去にドラマ「逃げ恥」で共演していたこともあり、芸能人には異例の祝福ムードで受け入れられましたが、実際はビットコインを含む暗号資産の時価総額1兆ドルを一瞬にして吹き飛ばすほどのガッキーショックと呼ばれる社会問題を引き起こし、ネット上では「聞いていないよ、信じられない、もはや親心みたいな感覚でショックだった」などと悲嘆の声が上がっていました。また毎年恒例の恋人にしたい女性有名人ランキングで5年連続で1位を獲得し、殿堂入りしていた新垣さんでしたが、結婚後はトップ10にすら入らない結果となり、さらにドラマで主演を務めることもなくなりました。もっとも週刊誌の報道によると、結婚後も新垣さんはプライベートを明かさないようイメージ戦略を徹底しているようです。第2位、福山雅治。歌手で俳優の福山雅治さんは2015年に女優の吹石和恵さんと結婚したことで、仕事を欠勤する女性が続出するマシャロスなる社会現象が話題になり、所属事務所のアミューズの株価は時価総額で41億円減少しました。また結婚後に福山さんのファンクラブの退会者が続出し、第一子が誕生した段階で再び退会者が増え、この状況では今後の全国ツアーでドーム公演は厳しい状況だと週刊誌が報じました。実際にネット上では、結婚、出産報告なんてマシャじゃない、受け入れられません、いきなりの結婚宣言で裏切られました、これを区切りにファンクラブを退会しましたなどの声が上がっていました。結婚の影響は歌手活動だけにとどまらず、かつて視聴率 20% 超えを連発していたドラマも結婚後は視聴率 10% 以下の一桁台が続いており、人気の低下が著しく現れています。第1位、木村拓哉。元 SMAP の木村拓哉さんはトップアイドルとして人気絶頂だった28歳の頃に工藤静香さんとの結婚を発表し、すでに妊娠5ヶ月だったことも相まって世間からとてつもない反響を呼び、工藤さんに爆破予告や外予告が来るほどの大騒動になりました。また木村さんはファン公認で9年間交際していた女性と突如破局が報じられた直後のインタビューで、これだけ愛した女性は初めてでした、今は恋愛することが難しいですね、まして結婚なんて想像もつきませんと語ったにもかかわらず、その1年後には結婚を発表したことでさらなるイメージダウンにつながったと言われています。結婚後の木村さんは既婚者であることを匂わせないよう
生活感を見せないトップアイドルのイメージを貫いたものの、トレンディドラマで最高視聴率 40% 超えを叩き出し、高視聴率男と形容されたかつての人気は衰退し、青春恋愛系のドラマにキャスティングされることもなくなりました。もっとも結婚後も木村さんは変わらず一線で活躍していましたが、もし結婚していなかったら今以上の人気を維持し続けていたであろうと芸能記者は語っていました。いかがでしたか？芸能界には結婚して人気が急落した芸能人が多数存在しました。熱狂的なファンであるほど裏切られた気持ちが強く、離れていく傾向にあることが分かりました。ファン人気で支えられている芸能人だからこそ、結婚するタイミングや相手を誤るとその後の活動に支障をきたす可能性が高くなるみたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。